リラクヤの花澤です。今日は耳のセルフマッサージについてご紹介します。まず耳が冷たくならないように手をこすって温めます。手が温まりましたら始めますね。はい、耳の方にですね、両手をこう当てます。後ろに当てて前に倒します。で、顔にピタッとくっつけますね。こういう感じですね。はい、で今度はこれを逆にしますね。この手のままで後ろにピタッとくっつけます。これを交互に行います。次に耳を引っ張って揺すります。上の方は上に上げる形で、横は横に外に開く感じで扇状に引っ張って伸ばします。ただ引っ張るよりも少し揺するとより刺激が伝わって、耳があったかく柔らかくなっていきます。そして耳の形というのが胎児の形に似ているとか腎臓の形に似ているということで、耳への刺激というのは、体全体に作用する、あるいは、腎臓の働きを良くするので膀胱炎を緩和したりといったことが期待できます。胎児の形ですので、この耳たぶの方が頭で、この中の方はお腹 で、ここら辺外側の真ん中部分は背中で、こちらが腰、お尻、足というふうになっています。で次に耳たぶの方から上に向かって、この人差し指と親指で細かく揉んでいきます。つまむような感じで下から上まで揉みます。次に手をチョキの形にして、上下に耳の全体をこの指の間で挟んでこすります。そして次にこの耳の前の部分ですね、このちょっと膨らんでるところの前ですね、この辺が便秘のツボですね。そしてまた耳の不調を和らげる、内耳の調子を良くするというツボでもありますので、車酔いですとか、三半規管による耳鳴り、めまいといったところ不調に効果的とされています。これをこのように中指で押し揉みます。はい、それから爪は短い状態にした指で、この耳の中に指を入れて、耳の穴をぐるーっとなぞるようにして、耳の中を傷つけないように気をつけて、指の腹で、さするこするという感じですね。それから多少こう揺すったりですとか、ぐーっと力をかけて、広げるようにしてもこういいですね。はい、それから、耳をつまんで回しますね。ちょっとこう大きく回す感じですね。しっかり握って、耳を大きく後ろ回し、
前回しというふうに、引っ張りながら回しますね。これはリンパの流れを良くして肌をきれいにしたり、側頭筋を緩めて緊張性の頭痛を和らげたりといった効果が期待できます。はい。で、最後に、耳を落ち着けるために両手で包むようにして、あてがってしばらく置きますね。今やった動作は単独でそれぞれ行っても、順番を変えて行っても問題ありません。耳の刺激というのはいつでもどこでも、安全にできるかと思います。リラックス効果もありますので、気持ちの良いように、日常に取り入れてみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。